程よい難易度で、こう、パタパタ変形していくところがね本当、本当にこのパズル変形の要素があって、よくできてるんだよね、この方は。うーん。おなじみのこんな感じのポーズを取らせることができます。ベースをバックにすると、なかなかいい感じです。メガトロンが転生したガルーバトロンがね、こうやってきて、んで、これで撃たれて終わりです。ボタファの,の秘密基地。ボタファ。ボタファの秘密基地。 動画をご覧に皆さん、こんにちは、オタファーです。今日紹介するおもちゃは、これだ劇場版トランスフォーマーススタジオシリーズ、スタースクリーム、新破壊大帝だ <laughs> ああ、全国のガンゲロ集結せ！よ。今日はね、これで僕と一緒に遊びましょう。どうぞ最後まで見てください。 ちなみに僕はいつもトランスフォーマーレビューするとき、大体は海外版うん。先に一足先に海外で発売されるものをレビューするんだけど、まあ、これは日本国内版を発売されて、おそらくこの動画を見てる人でも、あ、最近になって買ったよーっていう人もいるんじゃないかなと思います。このキャラクターご存知ですかちょっと今日は知らない人のためにもちょっと解説したいですね。これはスタースクリームというキャラクターですね。あの、デストロン。あの、敵と味方にトランスフォーマーって分かれてますよね。敵です。 悪いもん、まあ、デストロンといったり最近ではディセプティコンですねディセプティコンのナンバー2であのトップのリーダーがメガトロンっていうんだけどメガトロンが死,んあの、まあ、死ぬ描写があってで一瞬だけ破壊大抵になるんですねもうわずか1分もないぐらい <laughs> それを再現できるっていうやつですね うん、ちょっとその辺も後でね詳しく、えー、説明したいなと思います英語ではこれはコロネーション・スター・スクリームと言います結構ねあのなんだろうなスター・スクリームは愛されてますね愛されてるキャラクターですこう王冠をかぶってますねパッケージの背面本体自体は過去に僕もレビューしたトランスフォーマー・アース・ライズっていうやつをベースにしたようになってますね本体はほぼ同じなんじゃないかなと思います王冠 クラウン、それから肩アーマー、そしてマントを羽織っていますね。凛々しい姿なんだけど。まあ、さっきも言ったように、本当に30秒ぐらいだったかな。<laughs> 一瞬で、うん。一瞬で、あの、その、座を奪われるんだけどね。開けよう。実はまだ開けてないんですね。開けろ。おお、中はこういう感じで入ってますね。 おでかい玉座がついていますあいいね結構ボリュームがあるんだねで本体が紐もでこうくくられていますね肩アーマーとかはあこの中に入ってるねせーのほうほうほうマントはあプラ製になってますねあこんな感じそれからあなるほどこの紙の中にいろいろ入ってるのかな結構柔らかい紙だねほうほうほう お、なんか入ってる。うん。ここにクラウンと。あ、この紙の中にね、えー、これらのパーツが入ってるんで、なくさないように気をつけたいですね。あ、あとはスタジオシリーズおなじみのこう背景をね、再現できる、こんな感じの簡易的なベースがあります。これいいですね。じゃん。全部ね、取り出してみました。結構量があると思います。マント。さっきこうやって動かしてたんだけど、これ実は、 じゃん、こんな感じでね、もう一段展開するみたい。あ、これいいね。こう、はためかすときはこうするわけか。でね、えー、5ミ、mm、リのピンがあります。うん、なんかこう、ひらっとした感じがね、ちゃんとできてて、しっかり軸が打たれてて、いいマントだなと思いますね。それから、えー、スタースクリームはね、肩にナルビームというね、武器があります。これは通常のやつと、これが、 新破壊体制用を再現するときのやつなんだけど、ここの長さがちょっと違うんだよね。まあ、これ後で取り付けるとわかるんだけど、要は肩アーマーを付けると、これで付けられなくなるから、まあ、これが2本、えー、用意されてるというやつですね。それから肩アーマー。これもよーく見ると左右があって、えー、見えるかなここに L の刻印がありますね。見えるよね。うん。で、こっちには R。 の刻印がありましたであとは最後はクラウンですねクラウン造形細かくてすごくいい感じです塗装もちゃんとゴールドレッドで施されていますで裏側はこんな感じ成形色になっていますあとは玉座なかなか造形が良くて うん、ワンパーツのプラながらしっかりしています。で座るところ結構大きいから、まあ、他のスタースクリーム以外のキャラクターとかも座れるんじゃないかなと思います。よーく見るとね、ここに5ミリ穴とかもありますね。いろんなものをマウントできるかも。うん、なかなか汎用性高そうですね。<laughs> といった感じ。まずは、いろいろ再現できるんだけど、ちょっと本体をさ、通常のやつと比較したい。<laughs> 肩に、えー、ナルビーム砲を取り付ければ。 じゃんこれで完成みんな大好きスタースクリーム改めてスタジオシリーズ版は、まあ、基本的にいつもどれもアニメをね、再現したカラーリングとなっているんです。あとで通常版のアースライズのやつもね、ちょっと比較してみよう。うーん、なんか違うかなちょっと色味違うような気がするんだけどな。<laughs> もう気になってしょうがないから早速一緒に並べよう。アースライズ、スタースクリームですね。違うんでか <laughs> これは母ちゃんレベルかなり高いな。パッと見て、造形の変更点が嬉しい。ここですね、可動手首になってる。ここですね。親指以外の4本が、このようにね、可動するようになってます。こっちは丸指になってますよね。うん。あとは色味色味は、あー、グレーは同じ、レッドも同じ、クリアパーツも同じ。あーあー、ブルーかな。やっぱブルーがちょっと違うね。 確かにアニメーションに近いちょっと柔らかいブルーになってるかなという感じです。ああ <laughs> 本当に母ちゃんが怒るレベルでちょっと違うかなという感じですね。他にはああ、そうだね、えーあ。あ、なるほどね。あ、やっぱりこっち今回のスタジオシリーズはアニメーションをさん、あの、のを、あの、何て言うのかな再現してるやつなんでこうからあの、ペイントがあるところ、ないとこあるのかな ああ、よ、あ、よーく見るとディセプティコンのマークも大きくなっていますね。いやー、これはあの、いわゆる間違い探しレベルの母ちゃんなんだけど、あ、ここにもね、ガンメタの塗装がある。ああ、よーく見ると、あ、ここ変わってんなっていうところありますね。見落としか、<laughs> あるかもしれないんだけど、ちょっと許してくれ。あの、ください。うん。と言った感じかな。じゃん。ちょっとね、ポーズを取らせてみました。やっぱり可動手だから、なんかスタスクといえば、 という感じでね、こういう感じのポーズ撮ってるイメージあるんだけど、そうだね、可動指じゃないやつでやると、うん、違いは一目瞭然というか、うん、こういったところに差が出るかなと僕は感じましたね。さあ、そしたらね、付属品でちょっと遊んでいきましょう。この玉座に全てのパーツをマウントしておくことができるんですね。ちょっと、えー、これも紹介します。まずこの紫のパーツを、で、ぐるーっと回して、こっちに持ってくると。そしたらこのパーツを下に下げる。で、 ナルビーム。これですね。取り付ける用のナルビームを、ここにセットして、上に向けておく。これと同じものをもう一つ作ります。こう。そしたら、背面。穴が二つありますね。ここの紫のピンを使って、ここにセットできるわけです。こういう感じ。そしたら、あの、スタースクリームにね、 通常のやつに取り付けてたやつもここにセットできます。あとは、このクラウンですね。クラウンも被る方を上にすると、こういう穴があります。これを目印にして、ここに引っ掛けるわけですね。で、この穴に、このマント。これがうん。あ、これで全部くっつきました。うん で、ここにねえ、ちょっとポーズつけたスタスクを置けば、おー <laughs> 座りましたね。あこういう遊び方もできるんだ。あよく考えたな、うん。こうやってきれいにまとめられるのいいですね。うん、あの、いいなと思いましたね。で、座った感じはどうかというと、そうだね。 割とスペースがあるからこう座ってるように見えるという感じかな、うん、なかなかあのふてぶてしい感じに座って、うん、いい感じです他にもメガトロンとかはどうだろう全く問題なく座れますそれからガルバトロンとかね、うん、ちょっとこう足を組ませても、うん、いいかもしれないねうん可動範囲の広いキャラクターは足とか組ませても面白いかもしれないですねこんな感じになります さあ、そしたら、新破壊大体制にね、えー、しましょう。肩アーマーは、このまま取り付けるんで、これが準備状態となります。ここですね。紫のピン、凹凸を噛み合わせて、横から取り付ける感じ。こう。よいしょ。ウィングですね。あ、ウィングじゃない。ごめん、ね、マント。最初縮めた状態にしましょう。ピンで、ここに取り付けて、機種を下ろす。 そしたら最後にクラウンをかぶせればこれで完成新破壊大帝スタースクリームの <laughs> <laughs> おーできましたね <laughs> あのー、改めてねこれは劇場版「トランスフォーマー・ザ・ムービーで」で、まあ、メガトロンが品種の あの、何ていうかな、ダメージを負うんですね。あの、コンボイとの一騎打ちでね。で、その時に、えー、ていうのかな、もうメガ,メガトロンが、もう死にそうになっちゃって、もう死にそうなやつは捨ててもいいか、みたいな多数決取って、で、捨てちゃうんですね、メガトロンはね。<laughs> その後にね、戴冠式があって、うん、こういう、何ていうのかな、いいところで、うん、ビルドロンたちが、こう、ラッパ吹いてるところでね、あの、戴冠式が行われるわけですね。で、その時に、えー、なった状態が、この、 新破壊隊帝スタースクリームってやつですね。ほう。改めてちょっと近くで見ていこうか。あの、このクラウン。これはフィット感が絶妙でカポッと被せることができます。劇中では本当に一瞬の姿だったね。肩アーマー。これは艶消しになってて、質感がいいですね。メタリックのゴールドと。ああ いいアクセントになっています。あとはね、ナルビーム。ちゃんとこの肩アーマーのところに合わせた新規のやつがついてるってところがポイントですね。いいなと思います。足元は同じで。で、後ろから見るとこんな感じ。うん。非常によく考えられています。ちょっと早速ポーズ取らせてみようか。マントをはためかせて。そうそう、可動で感心したのは、ここのピンクのパーツ付け根の。ここがだからこう曲がり。そう、代表的なポーズがあるんだよね、要は。ああ これが、この、肩をね、上に上げられることができるっていうところがいいですね。じゃん各部を動かして、アクションおなじみのこんな感じのポーズを取らせることができます。玉座をこのようにね、添えてあげるといい感じ。で、さっきの話の続きなんだけども、その宇宙空間に捨てたメガトロン。他のメンバーも何人かいたんだけど、その弱ってたメンバーたちは、ユニクロンの力によって転生するんですね。 まあ、要はパワーアップするような感じで生まれ変わるんです。でそのことに気づかずスタースクリームがこういるわけですね。そして <laughs> 転生したメガトロンが転生したガルバトロンがねこうやってきてんでこれで撃たれて終わりです。さあロボットモードを最後は比較いきましょうメガトロン転生した姿のガルバトロンこう一緒に並べるとこんな感じです。 それぞれ、えっ、ー、と、そうだね。今回のスタースクリームはボイジャークラスといい、結構ボリュームがあるんですね。こっちはリーダークラスなんだけども、まあ、リーダークラスのガルバトルよりちょっと小さいという感じです。ごめん。ここは同じサイズですね。あとは、さっきのスタースクリーム。さっき素の状態は比較したんだけど、この体幹式用のね、新破壊大抵のやつと比べるとこんな感じですね。これだったら母ちゃんはパッと見てわかるんじゃないかなと思います。 ロボットモードはこんな感じ。さあ、そしたら変形いきましょう。変形させるときはね、すべてのパーツを外すことになります。で、ナルビームを通常のやつに変えるといった感じです。まあ、今回省略するんだけど、外したところからいきましょう。トランスフォーム <laughs> 今回のオタファテクニカルレベルズバリー3かな全然難しくないです。さすがに、もう何回目だろうなという感じはしたので。 ちょっと省略しようとも思ったんだけどうん初めて見るぞっていう人もいると思うのであの是非一緒に楽しみましょうこれ本当に傑作でよく考えられていますね頭部をここで収納程よい難易度が本当に心地よいなという感じですね変形させるときは手首をこう押し込んで拳の形を作りましょうここを開いて こう,、ね、こう後ろにくるっと持っていきつつこれを下げつつここを開けるとこの中の四角いブロックがね飛び出るという,こうワンタッチでいけるというね、うん、非常によく考えられてるやつですね反対側も同様よあのー、そうなんだよな結構あのー、ふふとたまに思うあこんなおもちゃもあんなおもちゃも というかトランスフォーマーーマ僕かなりレビューしててきたぞって <laughs> 最近ちょっと思うんだよね結構トランスフォーマーをあの何布教 <laughs> してきてるなと僕は思ったんだけどねうんなんか昨日風呂入りながらそんなこと思いましたここねちょっと気をつけたいんだけどここカバーがピンがあってこれみ合っててちょっとねこう内側にたわましてあげると こういう感じでねロックがスッと外れます結構薄い薄いプラだったりするんでね気をつけた方がいいなって僕は思ってるんでねこんな感じで開いてあげて軸を伸ばしこれ、ね、回してこっちに持ってくるとでここでピタッとねロックがかかりますでこの中にこれを入れるとこのパタパタが気持ちいいよねそしたら元に戻すというわけです戻す時もここを意識するような感じですね ちょっと待ってねせーのああいったいった全然なんてことはなかったですここねこれを気をつけるという感じですそしたらねえーえー、今度はあかかとをこう曲げるとこれちょっと連,で連動してるんですねこんな感じでグイッと持ってきてここでロック反対側もこういう感じでぐるっと回してここでロックそしたらつま先 にしておきますそしたらね足をもうくっつけちゃうこうですねそしたらここが開くでこの中にクランク軸があってこうカクカクさせるとこうカクカクしていくとこう縮まっていくわけですねこういう感じで行き切ると凹凸でロック。こういうふうになりますそしたらあここの部分をね起こし このカバーは普通に閉じるだけ。閉じて、こういう感じにします。そしたら、このウィングを開き、あとはここですね。これをくるっと回し、ここに、えー、ピンがあります。えっ、ー、と、あとはここが受けになってますね。で、ウィング側に、えー、まあ、ピンがあるわけですね。これ油断するとね、 ポンって、ね、ウィングが外れちゃうから外れないように気をつけながらこうやって戻したい反対側も同様こういう感じですね凹凸をかみ合わせるとうんこれで本体はできたかなで取り外したナルビームはここに取り付けますまあ穴がねトランスフォーマーっていろんなところに穴が開いてるんで好きなところでもいいんだけどで位置はここですね まあそこを言ってるうちに。ジョーン変形完了ビークルモードジェット機ですね。さっきも言ったんだけど、程よい難易度で、こうパタパタ変形していくところがね本当、本当にこのパズル変形の要素があって、よくできてるんだよね、この方は。うん。よくできてますね。ちょっと早速もう母ちゃんにしましょう。<laughs> 違うんだよ、母ちゃん。さっきのやつですね。 さっきも言った通り、このシリーズ、スタジオシリーズっていうやつは、そのアニメの、アニメーションとかね、その劇場での再現なんで、まあだからそのカラーリングだったりとかマーキングがさっき違うって言ったんだけど、うん、こう、あの、ビークルモードでも違いますね、このウィングのところ。今回のやつは、このレッドのプリントがなかったりだとか、この上のところを見るとね、ここガンメタに塗装されてるね。で、こっちは何もない。で、マークの大きさが違うとかね。 えー、よ、あ、これちょっと遠近法で同じぐらいになっちゃうんだけど。今回のやつがちょっとでかいとかね。うん、わずかな、見逃し母ちゃんがあるかもしれないんだけど、うん。そうだね。まあ違うかな。うん、違う。やっぱりブルーの色味がだいぶ違うから、やっぱり違うかなという感じだね。まあ、そうだね。両方ともいいよ。うん、両方ともいいですね。 一通りの遊び方はこんな感じ。トランスフォーム <laughs> というわけで今回のトランスフォーマースタジオシリーズスタースクリーム新破壊大帝のレビューいかがだったでしょうかご一緒に触って楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。そうだね、まあ、まあレビューを見ていただければ大体どういったものなのかね、分かっていただけたかと思います。いいなと思うところは、ああこれを買い逃した人がまた 今回のやつをね、購入できるっていうチャンスがあるっていうところでね。うん。最近意外とトランスフォーマー人気で、ちょっと前に発売されたものとかね、後からね、買いづらかったりとかするんだよね。うん。だからその時にさ、スタースクリーム買い逃したなって人に、うん。これが手に入るっていうのはすごくいいことなんじゃないかなと思います。仕様の変更だったりっていうのはわずかなところではあるんだけど、まあ、好き好きなのかなと思います。うん。僕はこれカラーリング、あとは可動手、こういったところも含めて気に入りましたね。いいです。 で、これまた改めて、さっき自分でもポロッと言ったんだけどさ、なんか昨日のお風呂入りながらさ、あ、僕結構トランスフォーマーレビューしてきたなーって思ったのね。<laughs> すごいレビューしてきたなーと思ったけど、どれもいつもいつも楽しくレビューできてたなと思うんでね。改めて、このトランスフォーマーのレビューを見てる人ってさ、いつ、大体の人が買ってるわけじゃないと思うのね。うん、買ってない人も結構たくさんいると思うんだよ。うん、だけど、 だけど、いつか機会があれば買ってみたいなって思ってると思うんだよ。あ、触、オタファがいいなって言ってたやつ触ってみたいなっていう風に思ってると思うんだよね。うん、だからそんなあなたとね、うん、こう楽しい気持ちになってもらえたら嬉しいんだよ。で、いつか機会があればさ、あ あれじゃんって言ってさ、うん、なんか買う機会がいつか来ると思うんだけど、その時に一緒に楽しんでもらいたいなと思います。まあ、ともかく、これからもね、楽しくトランスフォーマーのレビューしていきたいなと思いますね。まあ、たまに同じ変形を何回も動画でやるかもしれないんだけど、うん、それでも僕は、知ってる人はもちろん知らない人にもね、あの、知らない人やあ、欲しいんだけど買えないんだ、手に入れられないんだっていう状況の人もいると思うんで、そういう人とも一緒に僕は楽しみたいです。といった感じでね、気になった方、ぜひゲットしてみてください 今回の動画面白かったな、楽しかった、参考になった、俺もトランスフォーマーが好きだという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter、公式 LINE アカウントがあります。お友達の追加もどうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、たわー。<laughs> あ、この場面覚えてるよ、とかね。あ、スタスクと言ったらやっぱ、うん、このシーンすごく印象的だね、とかね。 あ、可動手になってるのいいね、とかね。ああ、僕は、こっち持ってるから、母ちゃんになっちゃねえな、とかね。<laughs> ああ、いつか機会があったらこれ買ってみるよ、とかね。などなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おもでしょまたねー の「ミッションをくり出せ」「変形が赤い」「憧れてた夢のトランスフォー」「ム若さの君つきんち」